はい、じゃあ動画スタートしました。はい、本日岡田さんがね 1,2,3 秒速攻で入ったんで、はい、岡田さんがいいらしい。え、岡田さんのチーム状況は、この時点では多分プラス70ぐらい、あ、上からいくか。ユーネクストが400、ルミさんのチームがプラス100で、この桜ナイツがプラス70、400、100、70、30かな、大体ね。で、このチームは70ですね。だ、結構上も下もあるから、まあ、がっつりトップ見ると300何十ポイントあるんで、まあ、どうしていくかちょっと方針わかんないですけど、まあ、ガチで期待値っていうなら普通に打つべきかなと思います。まあ、ちょっとぐらいね。まあ、無理するってないかもしれないけど、ちょっとぐらいね。大きく、そのトップ取りめっちゃパイレーツへこませるとかね。まあ、それはあんまり良くないかなとは思いますけど、はい。まあ、どんな感じのテーマで打ってるんでしょうかね。はい。好みもあるけど、中林さんより岡田さんの方が好み。まあ、岡田さんはまあ、長で勉強してるからね。うん。はい。なんかあったね。長、なんか見たわ。蛇でも間違えるときあるんだみたいなツイートね。うん。まあ、トンバだけならいいんじゃないですかね。はい。あの、ラスカヒマジャンじゃないんで、ね、トンラスぐらいからナーが結構変わってくるんでね。点数浮いちゃうとね。はい。皆さん、まあ、そこは気をつけてください。はい。じゃあ行きましょう。あ、じゃあ岡田さんの、とにかくチャージャードラガッシャーか。まあ、本日だな。はい。何週 ?8 週ぐらい。1、2、3、4、5、6、7、8週ね。はい。まあ、本日でしょう。はい、急走急、うん、まあ、リアンソロソでもいいか。ドラムシャーだしね。はい、まあ、リアンソロソでもいい気はするが。まあまあまあ。ただ、M リーグだからちょっと皮ぼかすために急走から切るかもしれんけど、まあ、箸だからまあ、リアンソか。あ、ローソか。もう、うん。いいと思います。はい。はい、ちょっともう、いきますね。はい、リアンソ切る。はい、うん、パーソーでいいよね。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9、急走。ちょーい、まあ、これもだからそうか、ポイント状況があるからやってる可能性あるのか。まあ、この時点での九州は同卓者舐めすぎだわな。うん、5巡目で九州だから、まあ、うん、無理しなきゃいけない。いや、優勝見るだけだったらそうだけどな。でもそんな絶対的じゃなくない？直対で6戦だから。だから一応賞金がプラス5000万プラス2000万プラス1000万ゼロなんで、別にまあ普通の平均順位でいいと思うけどね。まあ無理くり狙ってんのかね。うん、まあ普通は急走打つだな。うん、まあまあまあ、そういう、もうガチでトップ狙ってるっていう方針なのかな。いや、まあ、普通は。うん。まあ、それはまあ、普通に見たら話にならんわな、こんなもんな。役役本一とか、なあ、普通に漫画見るしな。まあちょっと、ただちょっと無理くりやってるんだとしたら、まあ、まあそういう方針なのかな。まあちょっと、まあ一応、まあ、トンパツはそういう感じで、無理くりも酷使やってる。うん。リーチ入ったら、まあ、おり、はい。積もられ。あ、1000、500点か。一発積もったかと思った。もう決まるやろうと思って。トンパツから、また、パイレーツが。はい、うん、まあ、白昼切っていく。さすがに準優勝狙うに少し早いので、ここは無理してでもちょいし、もうちょいしたら現実になる。いやー、でもね、それって普通にさ、その下の風林火山とドリブンズが普通に来た場合に、かなり損な行為だからな。確かに、まだ6戦だから狙うって、さ、なんか意味はわかるけど、でも、結局それで下の2つのチームはさ、普通に2着目指すってなると、やっぱりかなり不利なことやってるんだね。うん。パイレーツが優勝しかみたいな打ち方か。あ、分かった分かった。純粋な内でやってもらわないと見てる方もつまんない。あ、そっちの人もいるんだ。逆だと思った。
準優勝狙いでやってたら見てる方もつまんないだと思ったらやってもらわないとね、なガチで考えたら期待値でね、そうしたらまあ別にとりあえずは普通に打ってたまたまパイレーツがラスったとかなんかなって見えてきたらみたいな感じのやつ、そうだよね。うん、まあただまあまあまあいいんじゃない。うん、まあ、少なくともまあもうかなりがっつり優勝を目指すっていう感じで打ってるっていうね、これがこれね、パイレーツ以外は優勝しか見てない打ち方をしてたっていうんで、はい、まあ、ファイナルの最終局面だし歪むは歪むね。うん、本シルファンがいる手前2位狙いに行きにくいってのもあるかもね。難しいですよそれはね。やっぱりファンのさ、俺みたいな人が見てたら、俺みたいな人ばっかり見てたらやっぱりそうそう優勝かなりきついから、まだこれで20戦とかなったら分かるんだけど、もう6戦ってなっちゃうとやっぱりとりあえず普通に打ってたまたま山越しできるみたいな、まああるかもしれん。ラス前ぐらいに超大トップになって、でなんかめちゃくちゃ速いマンガンテンパったっていうならパイレーツを落とし入れるためにって、そういうことはできるじゃないですか。たまたまそういう局面になることあるから。うん、だけどそのトンパツから行くかって話だよね。だ例えばだけど、まあ、例えばにもなってないけど、例えばここで国士13面天敗とかなったら下茶対面から上がらずに、ね、めっちゃ速いし上茶から上がるか積もった時だけ上がるとかさ、だからそういう明らかにそれがやった方がいいかなみたいなのが訪れるわけじゃん普通に打ってても。だけどその普通のトンパツとかの普通の手配からさっきの国士みたいな、そこまで無理くりやるのかって言われたらやっぱやらん方がいいと思うよ。うん、ただまあそれに関しては別に本人の選択じゃなくてチームとかもしかしたら M リーグの上の方から、まあまだ普通にもう優勝だけ見てくださいって言われてる可能性あるし、うん、たまたま国士が初めに出敗してね。うん、はい、マジ行きましょう。今から優勝狙いだとでかい手とか読みなしの全通でつまんなくなる。うん、そうだね。はい、マジ行きましょう。チュン切ったパーソーか。まあこれはまあこの手配まあそこそこ普通にいけるしな。まあまあそれは自敗切りたいわな。まあ678とかもね別に見えるしね。うん、まあまあパーソーからか。うん、まあリアンピン、あこれは普通にいくんだ。うん、まあまあ、ここでコンパクトにするのはしないけどね。この2巡目で、まあ、まあちょっとね、俺これ条件あるから、よくわかんないから、もう、まあよくわかんないって言ってもあれだけど、もう普通に俺だったらどうするかで行くわ。うん、基本的には。とりあえずね、このパースは切らんわ、絶対。うん、やっぱりまだ、普通に組み立てる。うん。で、なんだけど、ここの、結構無駄も続いて、この E ピンはいらん。これより2ピンいける。だからまあまあ、俺から言わせてもらうと手組みがぬるいわ。うん。こんなとこ3ピンだとさ、うん。ここで2ピン1ピン切らないんだったら、そもそもパーソー切らないって感覚だね。このパーソーは切らんけど、ここの2ピンは別に切ってもいいと思う。やっぱ単用確定立つだし、なんかまあ一応神社の仕掛けもあるしな。でもなんか早そうだしな。チーソーチューンとかな。うん。でまあ、まあ俺はそんな感覚。ここでのパーソーは切らんけど、ここでのいいピン、リャンピンは全然切っていい。うん、酸素いった。なんか、つもよかったな。リーチ入った。うん、まあね。まあまあ、別に結果論パンパンだから、安牌ないとか言うつもりはないけど。いいピンつも、あ、数ピンつも。まあ、筋の酸素っていうのもなんかあれだな。まああまりになさすぎて、まあいいピン、まあもしくはまあ一応三層いいピン、うん、まあいいピンね。はい、逆転優勝を、ね、無理くり狙うにしてもパイレーツの親流したい。うん、ちょっとその感覚ないんで分かんないです。うん、それが有利なのかな、分かんない。結局流すために1000点で上がるってことは上茶の親かぶりでガツッとへこませるとかないわけですよね。その理論は俺分かんないです。考えたことないんで。どうなんですかね。絶対優勝させたくないこの人の親を1000点でも蹴るっていうのはプラスなんですかね。考えたことないんで分かんないです。
うん、俺はあの普通にがっつりぶつかるとかの可能性が減っちゃうわけじゃん。うん、かわすってことは痩せてでもかわすってことよね。うん、だから本当にそれがよりか俺は分かんない。はい、チーソーツもまあ、あてかこれどうしようかな。4000円とか上がられたら着順調査がしにくくならない。上がられたらなるけど、でも4000円って別に普通の小手漫画コマンでも別に変わらん、変わらんというかそれはいつでも訪れるし、うん、それは4000円上がったら嫌だけどさ、それは嫌だけど、逆に親だから行かなきゃいけないっていうんだったらリーチにぶつかってでかい手法中もあるしさ、うん、だからそれ言いたいことは分かんないけど、まあなんかこじつけというか、まあでもどっちが正しいか分かんない、こっちの方が正しいかもしれないけど、まあそもそも親の期待値はプラス700点ぐらいしかないからさ、親継続がめっちゃ有利なわけじゃないんでこのゲーム、だからそのみんなが1000点でユーネクストパイレーツの親を流そうって言ってめっちゃ泣いたら、なんかむしろ高打点報酬はない、 親かぶりで高い手失点もないってなっちゃうから、うん、その面見たらね、うん、別に俺はあんま変わらんと思うけど、ね、まあ難しいですよね、わかんないですよ、はい、これはなんだこれ、まあ、まっすぐチーソー切るか、まあ3層リアンピンとかで降りていくか、まあちょっとリアンシャン手出すときついかな、ベタ折りかな、うん、普段考える、うん、そうですね、あ、いや、よもそりさん久しぶり、前に出てくると腰とめるしかないよな、前に出てくるとこしとめるしかない、うん、まあ難しいですよね、結局本当にそれが数学的に正しいかって分かんないですからね、そういうのもまあよく言われることや、誰々の親流したいとかさ、いやでもそれが本当にその人の着順にマイナスに働くのか分かんないから、うん、だから俺はだから誰かが言ってるからそうなんだっていうのが本当に少ない人だから、子供の時からね、親がこうしなさいとか、例えば人にお金貸しちゃダメとかさ、全部自分で失敗して、あ、その通りだ、まあ大体その通りだと思うんだけど、でまあ麻雀でも同じで、だ大体の人が言ってるから正しいんじゃないかっていうのが本当になくて、信用してないし、そんなアホみたいなやつを、だから昔から言われてることとか全く信用してないし、だからその逆に言えば統計で出たとかなった瞬間にめっちゃ信用する、うん、例えばトンチャとペイチャがね、有利みたいなさ、ペイチャは上がりやめあるからとか、トンチャはまあ親の回数多いから有利みたいなデータが出たら、まあそれはもう完全に記憶して覚えていくんだけど、それ以外のはまあ難しいですよね、分かんないですからね本当に。はい、まあじゃあ行きましょう、まあ3層リャンピンとか、あ、チーピン、おお、おもろいね、おもろいな、俺チーピン金だったらチーソー切ってるわまっすぐ、うん、まあ2枚あるからってことなのかな、チーピンは一応まあチーピン切って、いやまあまあ むずいですね、選択肢にもなかったわ、うん、中林さんの神茶はなるべく縛る、うん、まあそれに関しては絶対プラスですね、あ、プラスっていうか中林さんにとっては絶対マイナスですよね、うん、それは間違いないですね、うん、それは言われた瞬間に分かるぐらい絶対そうですね、自分よく分かんないけど最高位決定戦で大悟さんが走ってる時に解説席が大悟さんの親父が流していて影響を受けてる、うん、だからそうだね、だからそうやって言うけど本当に正しいかって言われたら、だから俺がこのさ2冊目の本で言ったやつあるじゃん、この黒い方の本で、うん、だから神茶から第一代イーマンが出てって言って一数万を、ね、泣くために一数万ターツを大事にするけど、いや無関係のEピンの方が出る可能性高いですけどっていう、うん、まあ上茶が第一でEマン打ちました、その人が終局までにEマン打つ可能性とEピン打つ可能性だったらEピン打つ可能性高いんで、高かったんで俺があのサンプル取ったらね、いやその普通の解説だと、いや上茶はEマン積もったら絶対切るからEマン狙うとかさ、泣くためにも言うけど、俺は絶対違うだろうなって思ってたから、あの昔から、だからそういうのもあるんでね、やっぱまあ一見正しそうなのって信じちゃいますよね、うん、はい、まあ行きましょう、チーピンか、チーピンすごいですねこれね、うん、まあ一応まあチーソー、まあまあまあ神茶が天杯かって言うとは分からんけど、まあ一応チーソーだったら神茶に宝珠はない、チーピンだったらまあ一応2件の宝珠抽選は一応受けてる、
ただまあローピンが2枚ある、ローピン2枚あるから、うん、まあまあまあすごいですね、チーピンってね、はい、面白いですね。当たるんかい当たるんかまあまあ当たったから言うわけ、あ、言ってたか、俺初めから言ってたか、それはチーピン機だったらチーソーしかちょっと選択浮かばないんでね、面白いとしか言えないな、これな、うん、うん、すごいですね、こっからチーピンって選択肢が浮かぶのが天才だ、うん、もう前通のチーソーか筋の3層リャンピンどっちかしかな、うん、ツーチャンスがほとんど当たらん本当か中林さんの神チャーナルクシュー、あ、これ読んだか、はい、じゃあ行きましょう、デュークリーチピンフドラ裏、うん、いて、はい、まあ、ちょっとチーピンはちょっと候補にもないから分かんない、はい、親でドラチーピン、急走キール、おう、鎮痛いきたいな、とりあえずパーマン切っとく、急走キール、まあ数万切りでいいかな、ドラ1枚ある、うん、数万、うん、いいっすね、ダブル4チャンス以外当たったことない、うん、やたらついてる人生だったのそれ、羨ましいよ、ワンチャンスしょっちゅう当たるよね、はい、リアンソーイーソーイーソー統一になったか、スナンコーとかもあるしな、白チュン切る、うん、イーソーはちょっとないよな、いた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 、いて、中林さんにしか、あ、ごめん、なんか気づいたら下茶もリーチしてた前、中林さん上がってトンラスペーチャドラウーソー、うん、手はいいな、タンスに小指どんぐらい痛い、最近部屋がね洋室が多いんでね、タンスなくなりましたよね、うん、よかった本当に、うん、タンスなんても今ないっすもんね、はい、まあ今ないことはないけど、うん、はい、なんて言ったなかなか見ないっすよね、はい、リアンスを切る、ホツから、まあこれリャンソーしか切ったことない、はい、チュンポンした、急走、ああ、まあコードとしてはローソーかまっすぐウーアンいいのかな、保留のなんかある、保留のパーマンとか、まあ、一応コードとしてはそんな感じか、ローソーかウーマンパーマン、赤ウーマンでいい、うん、一応ねチュン三色ドラドラの漫画の種ではあるんですよね、うん、パーマンね、うん、パーマンとかね、うん、まあ岡田さんはローソー打つと思います、俺の中では8割方、うん、チーマ、あ、これ違うの、はい、ここはもう完全に誰かリーチ入ったらね安牌なんもないけど、ここは完全にパンパンか、まあ9万のロスしかないからもうチーパーマンいくかなと思ったけど、うん、まあもう今いいんじゃないですか、パンパンで残価あるもんね、うん、なんか、あ、下茶に泣かれない方、宝珠もしない方を着ていく、うん、まあ、まあチーピンあれか、ただの無筋か、はい、テンパっていく、回っていく、